皆さんこんにちは、クレラボです。綺麗を作るヘアカット、今回のテーマはこちら。今回も普段のサロンに役立つデザインをお伝えしますので、よろしくお願いいたします。今回は年代問わずお伝えできるデザインだと思いますので、ぜひ普段のサロンワークに使っていただけると大変嬉しいです。それでは早速カットしていきます。まずショートを切る上で押さえるべき4つの点をお伝えします。1シルエットポイント、2アウトライン、そして順番が前後しますけれども、4番もみ上げ、3番耳後ろ、この4つのポイントをしっかりと見定めながらカットしていくと失敗がぐんと減ってきます。まずはシルエットポイント1番を決めていきます。そこからウェイトのバランスをフラットに持っていくのか、もしくは前下がりのショートのバランスを作っていくのかを考えてイメージしておきます。今回はフラット気味のガイド、まずはガイドとなるシルエットポイントを決めておきます。まずはシルエットポイントからアウトラインにつなげていきます。45度に引き出してアウトラインにつなぐだけです。とってもねシンプルなカットですね。シルエットポイントはゴールデンポイントから1センチ下のポイントになります。ここが丸みを作るベースになりますので、覚えておくととても役に立ちます。すぐに定めた1から2に向けてカットするようなイメージです。そのまま放射状にスライスを移行していきます。カットは同じ1から2、1のシルエットポイントから2のアウトラインに向かってカットしていきます。サイドに行くにつれ少しずつスライスを斜めにしていきます。そのままイヤー2イヤーまで切り進んでいきます。この時三つ襟から耳上にかけてはアウトラインを削っていくようなイメージでカットしていきます。次に3の耳後ろの点を設定していきます。またここでサイドに行く前の起点を作るような感じですね。耳後ろとアウトラインをつなぎます。耳後ろの長さを耳たぶに乗る長さに設定します。そこからアウトラインをつないでいきます。ガイドができましたので、次に耳後ろと今度はもみあげをつないでいきます。ここで今日どのぐらいの長さにしたいかというのを決めます。今回は仕上がりでリップラインにもみあげが来るように設定しておきます。ガイドができたら、先ほどのバックの延長で45度に引き出してそのままカットしていきます。すっごくシンプルに起点を決めて、そこから縦スライスで45度に引き出してカットしただけなんですけれども、このように形が出来上がります。先
ほど上から1から2にかけてカットしていったんですけれども、今度は2アウトラインから下から1シルエットポイントにめがけてカットラインをチェックしていきます。これをすることによってネープがねキュッとコンパクトに締まってくるんですよね。1だけだと丸みが出ますし、このようにチェックを入れることによって上から切るだけだと丸みが出ますし、このように下からチェックを入れると今度はキュッと締まってくるので、よりコンパクトなショートを作ることができます。サイドまで移行してカットしていきます。アウトラインギリギリにつなげるようなイメージでカットしてあげるといいと思います。カットが終了しました。ツヤがありつつアウトラインがキュッと丸みがありつつ締まったようなデザインになってます。これぐらい短くてもね、表面の長さがあるのですごく柔らかいスタイルに仕上がりました。顔周りもね、マッシュラインがしっかり残りつつ質感をね軽くしているので、シースルーっぽい表情が出てきます。スタイリングに入ります。今回は僕のお気に入りのモイバームとモイオイルを1対1で混ぜて作っていきます。バームだけでもオイルだけでもいいんですけれども、やっぱりショートの場合はね、少し束感が出て表情に抜け感があった方がいいと思うので、このモイオイルとバームを1対1で混ぜるとすごくちょうどいい質感が出るので、僕は最近はこのように混ぜて使うことが多いです。ではこちらが今回の仕上がりになります。マッシュベースのねショートカットになりました。顔周りはシースルーバングで抜け感のある前髪に作ってあります。狙った設定のね長さにしっかりとなってますよね。最初のポイントをね見定めてカットしていくと失敗が少ないカットになりますし、狙ったデザインまで最短でたどり着くことができます。またこちらのフルカットの工程や細かいカットのニュアンス、作り方などはメンバーシッププランの方で公開しておりますので、もしよかったら概要欄にリンクがありますので、そちらから参加してみてください。しっかりとね、カットをお伝えさせていただいております。それでは今回の動画が少しでも参考になりましたら、高評価、チャンネル登録いただけると大変嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。